ミネラルウォーター。ミネラルウォーター、あるいは光線水とは、容器入り飲料水のうち、地下水を減水とするものを言う。水に含まれる、カルシウム塩とマグネシウム塩の量の指標、高度が一定水準より少ない場合を軟水、多い場合を高水という。一般的に、日本国内で産出される、ミネラルウォーターは、軟水のものが、他、欧州で産出されるものには、 香水が多い。風の基準では、これらの塩類の量を炭酸カルシウムに換算したアメリカコードミリグラム L において0から60のものを軟水、120から180のものを香水、180以上のものを非常な香水というように決められている。一般的には香水よりも軟水の方が飲みやすいとされているが、美容目的などで香水が選ばれることもある。 ただし、マグネシウム含有量が高くなると苦味が強く飲みにくくなる。なお、ミネラルウォーターとの名称から、ミネラル、無機物を多く含んだ飲料水であると思われがちだが、ミネラルウォーターに含有する程度のミネラルでは、栄養補強には程遠い。ミネラルウォーターには、大豆や魚と比較して、カリウムやマグネシウム、カルシウムといったミネラル分はほとんど含まれておらず。 1>, 1日の基準摂取量を満たすには数十リットルから数百リットルに必要がある。基本的に水であるため大量に摂取すれば摂取するほどに尿の量も増え、それに伴ってミネラル分を吸収した傍らから排出される。また水中毒の危険性があるため推奨されない。ミネラル分は食事から摂取する必要がある。欧米では ミネラルウォーターの原料となる水に、もともと炭酸が含まれているものがあり、ミネラルウォーターといえば、炭酸水を指すことが多い。代表例、サンペレグリのゲロルシュタイナー。炭酸水を冷やさずに、常温で飲むと、独特の味わいになるため、日常的に炭酸水を飲む習慣がない、日本人には馴染めないことがある。特に、ガスなしと断らないと炭酸水が出てくることがあるので、 注意すること。ガスなしミネラルウォーターには、炭酸を抜く工程を加えたもの、例、サンペレグリノの無炭酸や、もともと炭酸を含まない水を利用したもの、例、エビアンなどがある。ミネラルウォーターを、スティルウォーター、A、スティルウォーター、発泡ミネラルウォーターを、スパークリングウォーター、A、スパークリングウォーターという。ヨーロッパでは2000年以上も前から、 奇跡の水として湧き水を飲む陰泉の習慣があった。また、ヨーロッパには石灰岩地帯が多く、河川や地下水の水を利用する場合でも高度が高いために、浄水はあまり美味しくはなかった。そこで地下水の美味しい地域で採水した水が瓶詰めにした状態で販売されるようになった。17世紀にイギリスのの水を瓶に詰めて販売したのが、 ミネラルウォーターの始まりである。19世紀になると瓶詰めにかかるコストが軽減したことで、水道よりも安全な水として、20世紀以前の水は塩素殺菌をしていなかった普及した。EU の基準では、ナチュラルミネラルウォーター、スプリングウォーター、プロセスドウォーターに分類される。ヨーロッパのナチュラルミネラルウォーターは、水源の環境保全や、 成分中の成菌の数などの厳格な基準による管理を行うことで無殺菌、無除菌で製造されている輸入品では殺菌方法に無殺菌と表示されている。日本では明治時代に宮内省が兵庫県田村平野、現在の川西平野3の23の1の平野光線を用いて炭酸水の五量工場を建てたことから始まった。その後、 工場は三菱財閥に払い下げられ、炭酸泉を瓶に詰め、1884年、高泉平野水として発売、1885年に明治屋が権利を得て、三谷院平野水としてそれ以外の地域にも発売したのが、島。また炭酸を含まないものは、1929年に、堀内合名会社、原富士ミネラルウォーター株式会社が、山梨県株。 原山梨県南駒郡美信町下部の富士美信鉄道、現 JR 東海美信線の土地で湧き出し水を日本エビアンとして発売したのが始まり。1960年代には大手種類メーカーが業務用としてミネラルウォーターの販売を開始。一般家庭には1983年にハウス食品六甲の美味しい水、サントリー、 山崎の名水が発売されたことをきっけとして普及。日本国外のミネラルウォーターは1980年代終盤から1995年にかけて輸入量が急進し、これにより一般に普及した。近年では比較的水事情の良いと思われていた日本国内でも大都市圏などの水道水には水源の有機物系の匂いや水道配管の錆 さらには消毒のための塩素の匂いや鳥ハロメタンの危険性など水質に問題があると感じる消費者も増えている。日本の残留塩素や総ト鳥ハロメタンの基準は風基準によりはるかに低いもののコンビニエンスストアなどでも普遍的に見かける定番商品となっている。またこれらから製造された氷も見かけられる。現代の日本国内生産量では 山梨県が1位34%であり以下静岡県2位14%鳥取県3位14%と続く2009年日本では特に減水の成分に無機塩添加などの調整を行っていないものはナチュラルウォーターナチュラルミネラルウォーターと呼ぶ一方減水が地下水でないものはボトルドウォーターと呼ぶこれらの区分については 農林水産省の通達で定められている、平成2年3月30日食品流通局長、通達、二食流、第1071号、平成7年2月17日、七食流、第398号改正。市販品では、各地の名水や大自然のイメージを前面に、押し出しているものが多い。地下水などのうち飲用的の水、カルシウム、マグネシウムなど、 高度及び PH 値を除き、水道法第4条に適合する水を有を容器に詰めたもの、炭酸飲料の日本農林企画、昭和49年6月27日農林告示、第567号に規定する炭酸飲料を除く。これをミネラルウォーター類という。日本において2008年に販売されたミネラルウォーター類の上位10名柄は次の通りである。 ミネラルウォーターの需要が増加する一方で、採水地においては、過剰な地下水の採取を問題視する動きもある。近年、日本国内の良質な地下水、恐竜水の一部も含むと言われているを輸出するため、国外企業が経済的に疲弊している林業事業者から大規模に森林、水源林を含むを購入している事柄かとなった。日本には規制する。 高冷塔が未整備であることから、大量の採水が行われることにより、国土の荒廃を招くことが危惧されている。2011年東北地方太平洋沖地震が、原因の東京電力福島第一原子力発電所事故で、外部に多量の放射能、放射性物質が流出したことから、東京など関東地方の一部の水道水から高濃度の放射能、 合成要素が検出され、乳児への接種を中止するよう要請があったことから、直後にミネラルウォーターが非常に品薄な状態になった。一部の店頭では、乳幼児がいる世帯であると証明できる場合に、陳列分とは別枠で提供していた。なお、2011年6月時点で在庫は十分確保されるようになり、品薄状態は改善された。日本の粉魅力は、 高度の低い日本の水道水で溶かすことを前提に成分が設計されているため外国製を主体とした高度の高い製品ではミネラル分の過剰摂取となり乳児の体に負担をかけることが指摘されている助産婦によればミルク用にはできる限り高度の低い製品を使うことが求められるもし適した水、軟水が入手できない場合は通常通りに 水道水を使用することの見解が日本小児科学会などから発表されている。これは放射性物質を含んだ水を摂取するよりもミルクを与えないことによる脱水症状の方が危険であるという理由からである。また、小児、妊娠中及び授乳中の女性は上限値が設定できないため食品由来以外のバナジウムは摂取しないことということが危険情報として 独立行政法人国立健康栄養研究所から発表されおり、ミルクメーカーによってはバナジウムを含んだミネラルウォーターを推奨しない場合もある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。